港内光月駅は、兵庫県作業郡作業町光月にある、西日本旅客鉄道姫新線の駅である。兵庫県最西端の駅。この駅から、姫路方面の各駅は、近畿東括本部が管轄する。隣の三正戸井駅から、新見駅までは、岡山支社の管轄である。朱色のラインカラーの駅名標が見られるのもこの駅、までである。 2010年3月12日までは、神戸市社管内でありながら、発着列車は津山方面からの作業止まりの列車のみで占められ、針間新宮、姫路方面へは次の作業駅での乗り換えが必要であったが、翌13日に当駅から姫路駅までの輸送改善事業の完成に伴う試験増発により、姫路方面から直通して、当駅で折り返す列車が日中にも拡大した。 日中の上り列車は、津山方面からの作用止まりの列車と、当駅折り返しの姫路方面への直通列車が、それぞれ2時間ごとに交互に発車するダイヤとなった。しかし2012年3月16日を最後に、試験増発が終了したため、姫路方面への直通列車は一部を除いて、削減された。相対式ホーム2面2線で、列車交換が可能な地上駅。駅舎は、 姫路方面行きホーム側にあるが、駅舎側が2番乗り場となっている。姫路鉄道部管理の無人駅となっており、ホーム入り口に直立式自動券売機が置かれている。反対側の1番乗り場へは、津山よりの構内を踏切で連絡している。トイレは水泉トイレがある。なお、駅舎は、作用町の特産物直売所が併設されている。特産物直売所は飲食店も兼ね 待合室に設置されたテーブルでの食事も可能だが、席数が少ない。主に味噌煮込みうどん、山菜そばきつねうどんが食べられる。当駅泊まりの列車については、姫路方面からは2番乗り場に、津山方面からは1番乗り場に直接入線するという逆線入線の形を取る。そのため、原則として、発着番線は方向別で分かれているが、 7時台と20時台には1本ずつ、津山方面からの作用域列車が1番乗り場に発着している。キハ122系、127系に対応したホームの、かさ上げは2番乗り場の姫路方のみなされているため、2番乗り場に到着する列車のうち、東駅折り返しの姫路方面への直通列車は、ホーム、姫路方、津山方面からの作用域は、ホーム、津山方に停車する。 夜間退白は行われていない。1日平均の乗車人員は37人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。西日本旅客鉄道京姫新線、快速作用駅小月駅三まさ恵美駅、普通作用駅小月駅三まさ戸土井駅。ありがとうございます。